こんにちは、山瀬のホリブです。今日は、ゲストがいらっしゃいます安藤さんです。どうぞ。どうも、こんにちは、安藤です。どうもありがとうございます、はい、安藤さんはあの山瀬の、大事なお客様なんですけど、今日、オクリの新製品が来たということで、参加していただけるということで、はい、ゲストで来ていただきました、はい、どうもありがとうございます、はい、お忙しいと、はい、ゆっくりあ、もうオクリって言っちゃいましたね、はい、オクリのですね、こちらをご紹介したいと思います。オークリーの、ハーフショックですね。こちらですね、はい、こちらなんですよ、安藤さん。あ、こうちょっと洗練されてるでしょ、うん、そうですね。オークリーの、イメージとはちょっとなんか、ちょっとビジネスシーンで、ね、ね、かけられそうなわけですね、うんうんうん、で一応オークリーのイメージとしてはね、こんな感じなんですよね。ハーフショックっていう感じで、こうスッキリしたデザインですね、うん、で色がねあるんですよ、はい、でこれねサテンブラックっていうのと、はいはい、そうですね、ポリッシュドブラウン、はい、で、ポリッシュドクロームですね、うん、それから、ピューターなんです、うん、でこちらなんですけど、一応ですね、価格色26,250円ですね、こちらですね、はいはい、うん、でちょっと特徴があるんですよ、安藤さん、はい、こう分かります？はい、こうあのこの肝心の部分、こう伸びるつうか、うん、そうですね、バネ状になってるんですね、はいはい、うん、そこちょっとね拡大してありますから、うん、ちょっと見てください、はい、これがねこうなってるんですよ、はい、でこれねモノショックっていう構造で、はい、オークリー独自の構造なんですけど、なんていうかな、かけ心地をこうなんていうかな、テンションを優しくね、はい、するあの構造なんで、かけ心地がとても良くなります、はいはいはい、でちょっとどういうふうにこう動きがあるんで、動画をねちょっと先に撮っときます、はい、ちょっと見てくれますか、はいはい、こういうふうに分かります？こう、あ、随分動くんですね。そうですね、これそのお顔に合わせてこう動きますので、まあ、あとちょっとぶつかった時なんかも衝撃をね、うんうんうん、吸収してくれると思います。なるほど、うん、こんな感じなのでですね、でちょっと安藤さんにですね、そうですね、どれかかけてみてもらおうかな、はい、じゃあこれピューターかけてみて、これかけてみますんで、はい、はい、じゃあかけてみてください。はい、はい、どうぞ。はい、すいません、このメガネ、あ、すいません、今かけてたのちょっとこちらにかけていただきます、すいません、はい、どうですか、こんな感じです。どうですか、似合いますかね。すっきりした、キリッとした感じがしますね。でさっきちょっと写真撮らせてもらったんで、はい、ちょっと見ていいですかね。はい、どうぞ、はい、こんな感じですね。あ、どうでしょう。そうですね、なんかこういい、ね、今あの今日はラフな格好なんですけど、でも、のさっきのねどうですか、こういった、いいですね、あ、綺麗だで、うん、ちょっとねアップさせ、してもいいですか。はい、どうぞ。アップしてますね、はい、正面からのアップです。はい、こんな感じです、はい、またこれも出ちゃいます、うん、ピョンピョンピョン、あ、はい、キラ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 いいですよね。はい、そうですね、こんな感じですね、うん、スーツとかにも合いますよ ね、 すね。今日は安藤さん、うん、ラフなちょっと格好ですけど ね、 ね、うん、でも、はい、おかしくないですね。オクリーですからね、うん、いいですよね、うん、ちょっと横からもちょっとアップ、はい、すいません、撮らせていただきました、はい、こちらです、はい、こちらもこれを、うん、あ、どうでしょうか。スッキリしてますね。いいですね、うん、な感じです、うん、はい、じゃこちらですね、はい、はい、今かけて実際ねいただいています、うん、どうですか、かけ心地は。あ、すごくね、なんていうんですか、軽いですね、まず、重さを感じないです、あとそのさっき あのモノショックっていうんですか、ここのバネの状になってるやつが、確かに顔の要するに輪郭に沿って、くれるんで、ずれないとか、まあ、要するにきっちり、要するに眼鏡が顔に収まってるっていう感じがしますね。そうですね、あとねケースがねつくんですよ、はい、この黒いケース、はいはいはい、黒いの、はいはい、で、どうですかね、こうで、あとおなじみのこちらの、はいはい、メガネ拭きにもなるこうソフトケースですね、こちらです、はい、こちらがつきます、はい、いいですね、これね、ここにオークリーって書いてあります、見えるかな、ここに、ここになるほど、ね、あ、どうですかこれ、はい、あんまりこうずっとかけてる方はねケースそうですね、使えないけど、うん、これコンパクトでね、でそうですね、大きいのと大きいのもあるんですけど、こういうねコンパクトのやつもあるっていうことなんで、
このままちょっとね、あのカバンの中に置けば、メガネの保護になりますよね。そうですね、はい。今日はどうもお忙しいところありがとうございました。いえいえ、すみませんでした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。どうもありがとうございました。